ケネス・メリル・ケリーは、アメリカが州国テキサス州ヒューストン出身の、プロ野球選手、ウトウミギウチ。MLB のアリゾナダイヤモンドバックス所属。2007年の MLB ドラフト37巡目で、ボルチモア・オリオールズから指名されたが、この時は契約せずに、ヤバパイ短期大学へ進学した。2009年には、MLB ドラフト22巡目で、 クリーブランド・インディアンスから指名されたが、この時も契約しなかった。アリゾナ州立大学在学時の2010年、MLB ドラフト8巡目で、タンパベイレーズから指名され、プロ入り。契約後、参加の A-9 ハドソン・バレー・レネゲーズで、プロデビュー。A 級ボーリング・グリーン・ホット・ロッツでもプレイし、2球団合計で12試合に登板して1勝2敗、防御率4.30。 二十九奪三振を記録した。2011年は A 級シャーロットストーンクラブズでプレーし、二十五試合に登板して8勝7敗、防御率3.28、70奪三振を記録した。2012年は A 級モンゴメリービスケッツでプレーし、三十二試合に登板して8勝3敗、防御率3.57、61奪三振を記録した。 2013年は AA、q、モンゴメリーと AA、A、q ダーラムブルーズでプレーし、2球団合計で25試合に登板して8勝7敗、防御率3.28、70奪三振を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、ソルトリバーラフターズに所属した。2014年は AA、A、q ダーラムでプレーし、28試合に登板して9勝4敗。 防御率2.76、108奪三振を記録した。2014年12月18日に久保リーグの SK、Y バーンズと契約した。2015年は30試合に登板して11勝10敗、防御率4.13、139奪三振を記録した。2016年は31試合に先発登板して9勝8敗、防御率3.68、 152奪三振を記録した。2017年は30試合に先発登板して16勝7敗、防御率3.60、189奪三振を記録した。2018年は28試合に先発登板して12勝7敗、防御率4.09、161奪三振を記録した。この年限りで対談した。二千十八年十二月四日、 2年総額550万ドルのメジャー契約でアリゾナダイヤモンドバックスへ移籍した。2019年4月1日のサンディエゴパドレス戦にて先発でメジャーデビューすると6回3失点の投球でメジャー初勝利を挙げた。ありがとうございます。